こんばんは、もう夜です。はい、最新チャート分析やってみます。例によってソフトバンクの株価についての分析でございます。3月中にね、1500いくんじゃないかな、どうですかね。今度こそそろそろねって期待してるんですが、まあ市況を見てみたり、同業他社見てみたり、ナスダックもちょっと見てみたんで、テスラの件についてもね、ちょっとね言及しつつ、ソフバンの強みについて再確認してみましょうね。はい、3月中1500円ね。まあ行くと思うんですけどね、すぐ落ちると嫌だなって思ってるんですよね。誤射リスクがあるからねって話もね、一番最後にしますね。今度こそ1500いけと思ってるんですけども、何を皆さん見ますかね。果たしてね、しっかり超えたのは過去何回ありましたかね。いつ超えましたかね。これについてね、過去チャートをね、ちょっとね、見てみましょうよ。で、過去に照らして現状を分析するっていうことをしましょうね。でね、市況をちょっと確認しましょうか。もう1500いくのはね、もう時間の問題かなってね、思えると思うんですよね。でね、対局にあるのがテスラで、これ見るとソフバンっていい株だなってちょっと思うんで、市況でナスダックを見るときの、ナスダック100ってね、あるじゃない？あそこでね、せっかくだからね、テスラの方の、株を比べて、ソフバンっていい株だなってちょっと話をね、させてくださいね。で、このソフバンの強みっていうんだけども、今もまだ維持できてますかってね。前ちょっと話したんですけども、ベータ、市場感濃度が低くって、まあ市場のリスクをね、ソフトバンクは鼻のけるいい株だって話をしたんですけども、俺、時とともに変わりますからね、1500を目指す今も、その性質は維持されてるんでしょうかってことについて、前回同様ね、NTT とか KDDI と比べてみましょう。そしてね、固有のリスクね、固有リスクについてもちょっとね、心配なんで話をして、おります。で、例によってこれテクニカル分析プラス私の考えですからね、ほんまでっかって感じで聞いてくださいね。まあ、気楽に見てくださいよ。では、いきます。はい、まず1個目です。過去チャートを見ると、3回ね、超えてるんですよ、1500。そんなの知ってるわって言われそうだけど、しっかり超えたのはね、1回しかないんですね。はい、見て、これ。はい、1月4日から現在に至るソフトバンクの株価でございますよと。今度こそね、今ね、1460円でしょう。今度こそ超えそうじゃないの。形もいい感じだしね。でね、何を見ますかって。超えたとしてもさ、一瞬で落ちたら何にもなんないもんね。ちょっと過去のグラフを見てみましょうよ。いや、だって超えるとは思うんだけどさ、でもねって思うんですよ。はい、これソフトバンクの上場来のロウソク足でございます。で、ほら、ついこの前超えたんだけどさ、ストーンと落ちましたよね。これ超えたって言わないよね。はい、またもう一回超えてるんだ。ここもね、もう本当に超えた瞬間落っこっちゃったからね。で、過去においてしっかり超えたってのはここあたりしかないわけですよ。これがね、結構な期間、8月、9月、10月、11月、12月が3ヶ月以上ね、この1500の界隈をわちゃわちゃやってたわけですね。これは確実に超えたって言えると思うんですよ。で、三角持ち合いを作って、上に行くかどうかって戦いがここであったんだけど、下に抜けちゃったわけですね。まあ、いずれにしてもね、この期間ね、まあ、1500界隈をしっかり維持できてたわけですよ。いいですか、過去において安定して1500界隈を、値段がね、株価がね、行き来してたのはここの期間しかないわけです。今年、今回どうかな。で、今度はね、これに移動平均線を重ねてみましたよ。皆さんこれどう思われますか。はい、ほら、今ちょうどね、この辺りじゃないですかね。この過去にしっかり超えた時のさ、その初期段階に当たるように私には思えるわけですよ。なんか似てませんか、これ形がさ。パーフェクトオーダーがちょっと凹んでさ、で、一旦押し目を作ってまた上がっていくようなところに私はなんとなくね、似てるかなと思うの。パーフェクトオーダーで来てさ、短期、中期、長期で来てさ、で、押し目を作っ
って、でまたパーフェクトオーダーになって1500抜いていきましたって話でしょ。今ほらパーフェクトオーダーになって押し目作ってね、一旦パーフェクトオーダー崩れるも短期線がまた中期線を抜きそうでしょ。だからね、このまま上に行ってくれりゃいいかなって思うわけですよ。はい、今度はね、平均足に、ロウソク足をね、切り替えました。これどう思います?これトレンドがはっきりわかるわけですね、平均足にすると。なんか似てますね。で、サイズが今回大きいですからね。この下げも大きかったからね。上げのサイズも大きいんで、この振幅をうまく使ってくれて、しっかり抜いてね、1500年抜いてくれりゃいいよね。これ落っこちるんじゃなくてね。さてどうかしら。はい、ボリンジャーバンドをちょっと重ねてみましたよ。抜くときにさ、力がいるわけですよね。ちょっと復習しましょうね。あの棒力のスクイーズ、ボリンジャーバンドがガーッと膨らんでさ、ギューッと縮まって力が溜まってボコンと弾けるっていうのがね、棒力スクイーズ棒力って流れなんだけど、前回さ1500をしっかり超えたときはこれまたキューッと縮まってるじゃない。こうやって力を溜めてボーンと上に弾いてね、抜いていったわけですよ。今回見てくださいよ、これこうこうまた棒力になってこう膨らんだのがスクイーズをこう仕掛けてる感じに私には見えるんですね。で力を貯めて今度こそ1500ボーンと抜いてくれりゃいいなとちょっと思ってます。はい、スクイーズの一歩手前かなって、ここでねしっかりギューッと縮まってボーンと弾けて、なんか1500いきそうな雰囲気だよって私は思ってますね。で、はい、前回の時と今回を比べるとね、ほらどうですか、今ねちょうどこの辺りなんですね、見た感じよ。あのあくまでも見た感じですよ。ちょっとねこれね黒で隠してみますよ。はい、隠してますよ。こんな感じ、なんか似てるでしょ。で前回ねほら この黄色いのが遅行スパンなんだけど、下に落ち込んでこう価格の下に行くとね、三役交点がね崩れちゃうんだけど、今回もさ、一旦下に引きかけて、ほら、ここで、このまま行っちゃうと、遅行スパンが角の下に隠れそうだったんだけども、しのいだわけですね。ほら、雲も隠すと、ほら、こんな感じだよ。こんな感じだよ。よく隠すと思うのは、まだ雲できてない感じだよ。で、三役交点してたんだけども、あ、遅行スパンがやばい感じになったなって感じだけど、跳ね返してね、また三役交点を維持するっていうような状況が、見て取れますね、両方ともね。見て取れるよね。はい。で、今度は、ね、出来高見てみましょうね。前回しっかり超えたときキュッと縮めたらこんなになるんだけど、ちょっと出来高をガバッとね、大きく見せたかったんで、こうしてます。はい。ここいらだね、やっぱ出来高がわちゃわちゃしてるわけですよ。出来高のパーフェクトオーダーになってるんだけど、今回まだまだなんですよね。これからですよね。だってさ、やっとこの前さ、日本の SQ 終わったわけでしょ?で、来週 FOMC があって、まあ、爆弾発言とかなければいいね。さらにアメリカのトリプルウィッチーズ SQ がね、あるわけだ。で、まあ、波乱がなくね、このまんまさ、うまくね、市場が落ち着いてくれればさ、自然な流れでさ、上に行って、お、1500行くじゃんってことになれば、出来高が増えそうな雰囲気だよね。で、これがね、現状の3月12日を中心に、1月からね、拡大したソフバンの日足なんですけれども、あのね、出来高がちょこっと増えたの、ちょこっと。これ出来高の方のパーフェクトオーダーね、短期線、中期線、長期線だよ。一応パーフェクトオーダーチックになってるじゃない。短期線、まあ、長期線と中期線が混じってるけどね、まあ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 いい感じでね、増えつつあるわけですね。でここでね、出来高がバコーンと膨れてくれればさ、いい感じでスパンといくんだけど、1500にタッチしてストンと落ちたら何にもなんないわけですよね。ここでこうしっかり抜いて上に行ってもらわんとね、元も子もないからね、まあ、元も子もないというかしょうもないよね。じゃあ前回の出来高をちょっと 見てみましょうか。これがしっかり1500を抜いてしばらくこれね維持した時の出来高なんですけども、ちょうどねこの辺りなんですよ今回。ほら1個2個3個目あたりね、3日目あたりね、前回の、
1500に向けて抜くときに、ほら、この真ん中の移動平均線で支えられて上に向かうんだけど、反発してからの3日目あたりなんですよ、ちょうど今。で、同じようなところで線引くとさ、出来高見てくださいよ。一旦ほら、ちょっと増えたのよ。で、それから本格的にドカーンと増えてって、ほら、完全なパーフェクトでしょ、短期戦。待てよ、待てよ、これ、長期戦、パーフェクトに、まあ、なってないけど、まあまあいいや。基本、ここでドカンとさ、出来高が増えてくれて、まあまあいい感じの波になったわけですね。なんかな、完全なパーフェクトオーダーじゃないところがちょっとね、あれだけどさ、まあまあいいや。で、今回はね、こんな感じでね、ドカンと増えてくれればいいわけですね。価格落ちたからね。で、うね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 で横で行って、またストンと落っこっちゃうんだけどね。でも結構な期間維持してたわけですね、この1500をね。今回うまくいくともっとね、1500をね、維持する期間が長くなるかなと期待してるとともに、上に抜けてくれるやもしれませんね。あ、一番最後にそんなにしますけどね。じゃあ先行きますね。で、前回はさ、9月、まあまあ、ここら9月9日あたりなんですよ。それで、ここが9月30日ね。だから、9月中旬あたりからの動きでさ、9月下旬にしっかり1500抜いてたわけですね。今まさに1500に向けて価格が上向いてチャートもいい形なんで、だから前回の9月を今回に当てはめると3月下旬あたりにね、1500抜いてもおかしくないよね。誰が見てもそうだよね。じゃあ市況はどうですかってことですね。大波乱でしょ今。はい、じゃあ市況を確認してみましょう。1500いくのは時間の問題かな。ここでね、ちょっとね、テスラを引き合いに出して、スバンっていい株だよねって話をまたさせてくださいね。私、孫さん好きだから。はい、まず10年金利、また急騰しましたね、ここね。またですよ、また。でもね、今のところね、株式市場は平穏な感じですよね。いや、さすがに2回目だからね。まあ、いいかって感じだね。はい。で、バイデンさんの演説がね、この金利の急騰を招いたって言われてるじゃないですか。ちょっと要約しますとさ、5月にワクチンの接種をね、65歳以上だけ、ワクチン打つよって、数がね、足んないからさ、5月まではね、65歳以上の方にワクチンを接種しますと。で、もう5月以降はね、この65歳の制限撤廃しますよって。というのが、ワクチンの供給の目処がついたからですね。で、まあ、独立記念日あたりまでにね、だから7月あたりまでに、もう、接種をね、完了させちゃうよっていうふうに言ったわけですよ。これを受けての金利急騰ですね。まあ、ぶっちゃけさ、お金ジャブジャブは終了かなって感じですよね。テーパリングって話があるじゃない。きっとね、こっそりテーパリングになってんだよ、これね。ああまあ、ここでちょっと省きますけどね。で、前回びっくりしたからね、二度びっくりはしなかったって感じですね。さしたる影響がなかったってことを確認しましょう。はい、これ日経225でございます。普通に上げてるもんね。特にね、そんなにね。きっちりとこう、三役、好転を維持してるしね。維持してないのか。地高スパンは価格の上だけど、これ短期線が、ごめん。転換線が基準線の下に入ってるんで、三役好転は崩れたんだけど、まあまあ、すぐにまた転換線が基準線の上に行きそうな雰囲気だね。でも特段影響なしと。ただ三役好転は一瞬崩れたよって感じだから、まあダウンよりは弱いんだね。ストキャスもここまで降りてきてるからね。ダウなんてもう、これダウね、全く影響ないもんね。完璧、もう。で、三役好転も、転換線が基準線に今タッチしてるけど維持してて、8割超えてるもんね、ストキャスもね。はい。で、S&P500 も同じですね。いい感じで三役好転を維持しつつ、ストキャストもね、8割超えてるという感じ。ストキャストについてはね、一番最後の方でちょっと復習しますから、ここは軽く流しますよ。はい。で、ナスダックはね、やられたね。やっぱり、ニューエコノミーからオールドエコノミーにもお金が流れてるっていうのも如実ですね。
今後どうなるのかって。この前のあたりでちょっとね、一回話したんだけど、雲抜け下に行くかなーって、抜けれるといい、これ痛いぞってね、話をさせてもらったんだけども、雲対さ、この、西グマタッチのバンドウォークの戦いで雲の抵抗が勝ちました。で、雲の抵抗で上に上げたんだけどもと、ただね、これ、今度はここがね、レジスタンスになるから、こう抜けられないわけですね。で、多分、雲の中でうねうねしつつ瞑想しながらね、で、雲の形が上向きだから、ここに沿った感じで、こんな感じでね、こう上がっていく感じがしますよね。雲をね、抜くようなパワーはまだないかな。出来高も大してなかったからね。まあ、瞑想するような感じがしばらく続くんだろうね。3月中はね。これ、ソフトバンクと対局なんですよね。あのソフトバンクのあの力強いというか安定的なね、値動きとね、比べるとね、心もとないよね。で、心もとないってたテスラですよ。これソフバンと本当に対極な株って感じですね。はい、ソフバンの優位性を確認しましょう。まあ、シニアにとって安心安全な株だなって思います。テスラなんてさ、ちょっと前まで900ドルだったんだもんな。ね、一瞬ね。それがストーンと落ちましたよと、560ドルを切っちゃって、また693ドルあたりになったんだけども、もうこのすごい落ち。で、これ上がるかな、下がるかなってね、これ誰にもわかんないよね、もうこれ。今のような状況ですと。で、ナスダック100をね、ちょっとね、持ってきました。で、これちょっと対比してみましょうよ。ソフバンと全く逆だから、これ。ソフトバンクってね、市場感濃度、ベータが低いんで、値動きがちっちゃいんで、リスクが低いんですけども、テスラはその逆でございます。市場感濃度が高い、ベータが高いってこういうことです。これね、この、黄色っぽい、黄土色の線がナスダック100です。先ほどは、これ、メモリがドルだったんだけど、今度はパーセントでございますよと。ここを基準にね、パーセント表示でどのぐらい動いたかってことになってるんだけども、見てこれよ、ほりゃ。ちょうどここが重なってたんで、ここを起点にね、ここまでドカンと落ちたわけですよ。これ、ナスダック100がよ。で、テスラなんてのはここまで落ちてるからね。で、ほい、ちょこっと上がるわけですよ。今度はナスダック100がね、ちょこっとね。するとね、テスラなんてのはドカーンと上がるわけですよ。この恐ろしさ。この値動きの大きさを持って、ファイナンスの世界ではさ、リスクがでかいって言うんですよね。はい。だから、このね、いい感じで上がるときは上がる、下がるときは下がるって感じで、まあ、こういう意味では形が似てるわけですよね。だから相関は結構あるわけですね。ただ、上げ下げの振幅がさ、テスラすごいわけですよ。これが、ベータがバカでかいって意味ですよ。で、価格変動がでかいっていうことをリスクが大きいって言うんで、テスラのリスクってでかいよねって。ソフバンは価格が安定してて、リスク低いよね。だからいい株だよって、まあそういうことを言いたいわけですね。で、安定上昇中でソフトバンクは1500を目指すんだけれども、これどうですか？安定力一番だよって話前にしたんですけどね。これね、1ヶ月とか2ヶ月とか経つとね、話が変わってくる可能性もあるから、もう一回ね、KDDI と NTT を使って、今もこのソフバンの安定性って維持されてるんですかってことをちょっと見てみましょうよ。はい。ソフバンの強み、今も維持してるんでしょうか？これが維持できてればさ、ほっぽっとけば1500いくわけですよ。だって今安定上昇中なんだもん。でもね、固有のリスクがあるからなーって、そんな話で締めますね。はい、これ NTT でございます。これ、ストキャスティクス見てくださいね。NTT の場合はさ、ストキャスでさ、売買すると儲けられそうですね。ある意味、素直ないい値動きしますからね。ストキャスってさ、ここじゃ詳細省きますけども、80を超えたらさ、買われすぎなんで売れとかさ、20をね、下回ったら売られすぎなんで買えって、まあそういう感じでさ、一般的には使われるじゃない？私はトレンドを見るためにしか使いませんけどね。でしっかりさ、20を下回り、80を上回り、また下回ってきてるわけですよ。まあ、値動きが、まあ、いい感じでね、トレンド作ってるよってことがお分かりいただけるかと思いますね。
それに対し KDDI、同じ話でございます。20% を下回ってないんだよね。だからある意味 NTT よりも価格の幅がね、変動幅がねちっちゃいっていう、そんな見方もできますよね。上の方はしっかりね80を超えてるんですけどね、まあ、下値がねなかなか重い、なんていうんだ、なかなか20もう下回ってないような状態でありますよと。でソフトバンクも例によって例のごとくでございます。これ4割下回ってないんだね、全然ね。だからずっともう売られすぎというか、もう言葉はちょっと違いますね。本当に安定して上昇してるってことですよね。だから地高スパンがしっかり価格の上で、一回もさ、転換線が基準線下回ってないわけですよ。雲もいい形で上、上昇雲でしょ。ほっぽっておけば何もせんで、この平穏なこの日々が続けば自然と1500はね超えていくわけです。市場が、ものすごく荒れてもね、ベータちっちゃいからソフトバンクの場合、だ手放しで何もない状態でほっぽっとけばこれ1500も見えてくるわけですよね。でもねってねことがあるのよ。だってその3回タッチしたんだけど1回だけだったでしょ、1500維持できてたのはね。何でしょうか、何でしょうかって。それこれね、金利急騰にもかかわらず安定上昇だから1500はこれいくんじゃないのって、まあテクニカル的にはね、言えるんだけども、でもね、市場リスクは OK ですよって。でも、故障リスクがあるよねって。KDDI とか NTTI には、TTI じゃない、KDDI とか NTT にはないもんね。ほら、IPO 間もないでしょ。まだ2、3年だもんね。その時に巨大なしこり局ができてるわけですよ。1500円ね。IPO のやれ売りしたい人がもうごちゃまんといるわけですよ。で、このやれやれ売りがさ、あったんで、まあ、やれやれ売りばかりじゃないけれども、3回落ちてるって事実があるわけですね。いつまでこれが続くかなってことですよね。だから大損した株主の皆さんがやれやれよかった売りましょうっていうような感じでさ、いなくなってくれるといいわけね。はけ具合がどんなもんなのかな、心境の変化があってもいいわけですよ。そもそも高配当株なんで、まあ、10年ぐらい持てればさ、配当でさ12分に元が取れるんだけれども、どうでしょうね、心境の変化があるのかな。もう損した人が全部いなくなってくれればもうしこりもなくなるんでいいんだけどね。ここが なくなった感じだとね、ボーンと抜けてくれるわけですよ。今回も4回目だからそろそろ抜けてもいいんじゃないのって思ってますけどね。心で祈ってますよ、私は。スカーンと抜けてくれることを。あ、聞いてくださってありがとうございました。この辺で失礼いたします。ごきげんよう。